はい、こんにちは。日本改革党靴沢良治でございます。無為自然様、ひょっとすると自然って読むのかもしれません。ママチャリ様、キヨシ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。政治活動資金させていただきたいと思います。引き続きご支援メール党員様大募集です。メール党員の皆様、公職選挙法に基づき明日から投票日の20時まで、メルマガ配信を中止いたします。期間中の記事は終了後まとめてお送りいたしますので、登録解除しないでね。血涙という感じであります。政見放送が放送されたら録画して動画ファイルに変換してどなたか送ってくださいませんか。うちテレビないもんで、NHK から今日の録画ですとかもらえなかった、渡してもらえなかったんでね、靴沢良治@gmail.com までお願いします。3ギガぐらいまでなら送れるっていう確認済みです。 Gmail でしたらばやっぱ政見放送の動画ファイル、動画自分のチャンネルでも上げたいですもんね。でもテレビないから、デジタル録画もできないからみたいな、困っております。いよいよ明日参院選立候補です。通常動画の方は活動報告程度の短いものになりますが、ご容赦ください。その代わり毎日のように凱旋しますので、凱旋動画上げるかななんて思っております。豊島区議会の重秀で、外国人生活保護廃止を質問に駆けつけてしつこく言ったり、自治体が勝手に外国人生活保護を中止したりはできないと知り驚いたり、千代田区も足立区も区職員の給与は一律で、千代田区民は千代田区に住めねえなという事実に驚いたり、共産党の嫌がらせ5時間休憩にぶち切れたり、共産党を目の敵にしたりされたり、あっという間の3年3ヶ月でありました。支部長は区議会市議会に当選してですね、私と同じように質問にかこつけて外国人生活保護廃止とか出産一時金の不正受給とか、そういうことを言ってくんないかな。原稿私やったやつの、テキスト出てありますんで手直ししてもいいからさいう感じですね。支部長募集。私のこの暴露画像でスレッド立ってました共産党副代表田村智子が堂々と名前たすきを使って選挙違反してってことですね。ごちゃんの意見、在日特権でセーフ、なんじゃそれ。山添もそうだけど、なんで処罰されないの。共産党は俺たちが方だ、共産党は国民と選挙をバカにしてるって証明だな。法律守らず護憲と絶叫、本当にこいつら逮捕されないですね。理不尽だよな。今度理由をですね、公安参加と公安調査室に聞いてみますんで、なんであいつら逮捕されねえの。ちょっと強めに聞いてみますんでね。その田村智子、日曜討論、これどこのテレビ局でやってるのかわかんないですけど、日曜討論って番組あるらしいですね。企業内部留保金に、企業内部留保金に課税すべき、と言ってですね、高市さんにそれ韓国でやって大失敗したやつってすぐさま反論されておりました。ネットの反応です。二重課税だろ、法人税払った後の金に課税って、なんで結論出てる分野でボケるかな。共産党は企業の懐に余裕があると困るのか。共産主義者、お前のものは俺のもの、共産革命もソ連で失敗してると教えてあげたい。そういえば共産主義者って国営企業しかないんだよね、思い浮かばないんだよね。なもんで企業は全て自分らのものっていう感覚があるから、だからこういう発想出てくるのかな。その税金払った手残りに課税するってなんだそれって感じなんですけどね。法人税増税と何が違うんだ、意味不明。例えばですけど 50% 法人税取って残りの 50% に 20% の
内部留保税かなんかかけたら、まあ最初から法人税 60% 取るのと同じですよね。ですよね。したら法人税増税と何が違うの、どういうことって謎なんですよ。法人税世界のランキング見てますと税率一番高いのは日米です。どっこいどっこい。結局世界中の企業はですね、その金を払っても商売したい国が日米がツートップってことなんだろうなーって私は思っておりますけれども、まあまあ法人税上げすぎますと会社海外に行っちゃうよね。例えばトヨタの本社がアメリカ行っちゃいましたなんてなったらなりますよね。共産主義者ってなんかそういうとこわかんねえから、例えば国外脱出禁止すればいいとか、国民が外国行くの禁止しちゃえとか、そういう発想に行きますから、共産主義者ってね。バカだから。バカだから。まあまあ、いくらでも増税していいって考えるんだろうな。まあ、そういう点はですね、田村智子も分かってないとは思われんですけどね。共産主義者はバカですから、元祖で本家のソ連が崩壊してんのに、まだ共産主義信じてるとこで、大場が確定ですよ。死ななきゃ治んないかもしれないですね。共産革命は失敗ですよ。共産主義は失敗ですよ。ダメですよ。誰か教えてやって。バカ。バカにつける薬買ってきた。早速飲んでみた。一般人、つけるって書いてあるのに飲んじゃったの？っていうぐらいバカですから、共産主義者。杉並区長選挙終了。立憲共産令和推薦の赤区長誕生だそうであります。岸本さと子っていうのがその赤区長なんですけれども、まあまあ惜しいですね。187票差で田中亮っていう現職が負けちゃった。田中雄太郎も田中亮っていう現区長はあれだって、外国人参政権に割と前向きな、まあまあ保守でもなんでもない赤っぽいやつだったんですけど、わずか187票差、杉並区の自民が割れて亮と雄太郎の亮田中ダブル田中に割れちゃったんで、保守票がで、どっちも田中でしょう。田中って書いた票がどうなんだろう。もうちょっと田中亮の方に増えてたら勝ってたのに、まあまあ運が悪いっちゅうんだが、まあ杉並区の自民が割れてバカですかっていう気もするんですけど、自民にいる一つのとこにいるっつうんだったら一本化しろよな、候補な、バカなんだから。杉並の自民といえばアホの石原伸晃、今回もアホぶり発揮したのかな。それとも石原伸晃が連れてきた田中亮っていう区長がダメで本当に本当に気に入んなくて、石原伸晃も落選してちょっと弱ってることだし、まともな人立てようかっていう話になったんだかどうかは不明ですけれども、まあまあ赤区長が誕生してしまいました。伸晃と下村博文さん、自民都連の重鎮ベテラン2人なんですけどが連れてくる都知事選候補にろくなやついなかった。舛添でいいって言って連れてきてとんでもねえ話じゃん。次に連れてきたのが舛田っていう小沢一郎の子分ね、もう忘れませんよ。左翼は多様性多様性言いながらハンデ押したように同じコートするんで、新区長のこの岸田っていうやつが外国人住民投票権をばらまく、3ヶ月住んでればいいよみたいなばらまく、のを見張ってないといけないですね。実際ね、ホームページの奥の方にこっそりと公約で掲げてるそうであります。現地の議員が動きを発信してくれたら武蔵野市みたいに
全国から抗議して阻止できんですけど、杉並区の議員さん、保守系の議員さん、よろしくお願いします。左翼の行動が同じなのは目的が一緒だからですね。共産党の謎理念、多様性の統一っていうのとですね、日本破壊を目指してからみんな同じような行動になる、自然と同じようになると私は思っております。このところ一つも勝てなかった首長選挙、まあ市長とか区長とか知事の選挙に勝てたのがよっぽど嬉しかったのか、しい数をやりました。野党が本気でまとめれば勝てるなどと生きてしまいました。ネットの反応です。たまたまでは。なお最近では全てボロ負けという、無所属出馬だからお前らの勝利でもなんでもないけど、老舗が令和なんかと組んで勝って嬉しいのか、我の強いお前らがまとまれるわけないだろう。まとまれるのは政治信念がないからだぞ、というような意見がありました。今回の杉並区長選挙の投票率は驚異の 37% だったそうであります。 40% 近いのはちょっと低いですね。 37% で岸田の得票率は 44% なんで、新区長に投票したのは区民の 16.3% だった。これだけの人が名前変えたら区長になっちゃうってね。他のとこもあれこれ言えないぐらいですね。地方選の投票率は低いんですけどね。市議、区議や市長や区長がどこまでできんのか。こっから先は国の権限であるとか、こっから下は市の方に投げているとか、そういうのが不明瞭なのが原因の一部じゃないかって私は前々から常々思っておりました。豊島区長にですね、消費税廃止しろって延々議会で喋っちゃう共産議員とかもいましたけどね。何言ってんだおめん、財務省に言えみたいな。私はですね、豊島県やいわき県でよくねっていう考えを実は持っております。新宿県であるとかですね、まあ前橋県とか船橋県とか江東県とか足立県とか、それでよくねって思っております。これ同州制のギャグなんですけど、なんでそういう考えを持つに至ったかっていう、至ったかっていうと、厚労省っていう役所あるじゃないですか。厚労省、あれね、厚生省と労働省が合併したんですけど、それぞれのトップはそのまま、厚生省トップはそのまま、労働省のトップはそのまま、その上に厚労省のトップとか三役とか余計なポスト増えたんですよ。でね、巨大になって何やってっかますます分かりにくくなってし、これ左翼の常套手段なんですけど、市町村合併なんて昔流行りましたけどね、赤が強かった時代ね、市町村合併やと何が起こっかっつうとですね、それぞれのトップはそのままに、さらに巨大な組織のトップが出来上がる、複雑化する、税金の無駄と、そんな感じになってますね。東京都だって1400万人の自治体なんてでかすぎるよ。そんなのね、スウェーデン980万人しかいませんからね。フィンランドは800万人だったっけな。イスラエルも800万人ぐらいか。国よりでかい自治体って、もう巨大すぎて何がなんだかわかんねえから、分解しろっていう話。人口30万程度の自治体が一番効率的という学説に基づき、国と400ぐらいの県にし、権限の明確化を図ると。維新が熱心な同州制って概念なんですけど、あれね、例えば東北だったら、まあ青森、岩手、秋田、宮城、福島、山梨のトップは、行政のトップはそのままに、さらに同州、東北州っていうののトップと三役とかができちゃうんですよね。ますます複雑化する、仕事が、行政が、でどっからどこまでが州のあれなんだか、どっからどこまでが県なんだか市だか
全くわからなくなってくる。予算も。だから私は同修正反対であります。大体ですね、国の中に国作るような、東京なんか今でさえデカすぎるって思ってるのに、国の中に国作るような真似したんでは危険です。安保上危ない。北海道なんかもだだっ広いっすけど、九州って州か、今も。で、九州とかでまとまって、そこのね、州知事が変なの当選しちゃったら乗っ取られちゃうべ。で、力が強いもんだから、でかくて、ちょっと国もですね、言うこと聞かねばこうだとって、言えねぐなっちゃう。中央集権化の逆なんですよね。同州制って。よく考えたら。だから私は国を滅ぼすものとして大反対であります。ギャグにもうちょっと細かく分けろ。中央集権にしろ。あと権限を明確化しろ。ポストを減らせって思っております。支出も単純化するんで、節税できるだろうしね。国と県しかない。こっからは県の仕事。国防とかは国の仕事。明快でいいじゃないですか。野党でまとまれば、C 活動が言ってますけど、信念があればまとまれませんよ。政治信念があったらまとまれませんよ。逆にですね、簡単に合流できたりするのは、政治信念が弱い。あるいは、ない。そういう人、政治家じゃなくて、政治屋って言いますね。政治屋。私が、帰化一斉を擁立しちゃうような国盛りと協力できないのと同じであります。私には信念があるからね。ああいうとことは一緒に協力できない。なんせ日本人は全員親戚なんだからっていう、信念を持ってますんで私は、70歳以上から投票権を取り上げろとか言ってる日本第一党とも協力できないのと同じであります。誰でも必ずいつかは生きてれば70歳になるのに、あいつらバカだよな。ってちょっとせせら笑っておりますけども。賛成党はよくわかんないです。いろんな人がいろんなことを言ってるらしくて、まあ賛成党見張ってるわけでもないので、よくわかんない。です。大阪地裁、同性婚を認めない法規制は合憲っていう判決出しました。ネットの判断です。地裁とは思えんまともな判決。会見するしかないな。会見絶対反対のやつほど同性婚賛成なのはなぜ？ LGBT にすり寄ってた護憲派生徒はどうすんの？会見しなくてもっていろんなへりくつ言い出すんじゃねえ。左翼は同性婚を世間を混乱させるツールと見てるからというような意見がありました。要するに左翼は同性婚を認めろって言ってるんですけど、憲法24条結婚は両性の合意に基づくっていうのがありますけれども、両性っていうのは男と女のことだわっていう地裁の判断ですよね。これ変えずに同性婚を認めさせるにはどういうへりくつを左翼がこねんだかちょっと予想できません。だからつったって同性婚のために会見しろとは言わねえだろうしね。同性婚認めたらですね、次は愛している犬と結婚させろとか言い出すのが左翼であります。こいつら世間が混乱すればするほど商売繁盛ですからね。同性婚認めなくてもですね、沖雅也と影山さんがやってた古典的な養子縁組でいいのでは？これでも家族になれますよ。それでは不足だっちゅう理由を知りたいんですけどね。戸籍を混乱させたいとか、どうせろくな理由じゃないでしょうけどね。LGBT の看板書って活動してるやつに左翼しかいない謎。ヨダカレンっていう元男の、方もですね、令和だしね。皇室万歳っていうゲイやレズの方いないわけないのにな。声出さないよな。これはフェミも同様ですね。右翼のフェミがいてもいいのになぜなんだ。ミートゥーもなんですけどね。ミートゥーっていうのも、なぜか左翼しか言わない。
なんでだろう、なんでだろう、なんでなのかなって。トクラ、トークラって読むかもしれません。経団連会長、少子化は有事、外国人受け入れ拡大もとか言っちゃって、少子化にかこつけて低賃金奴隷が欲しいと言ってしまいました。ネットの話、くたばれ売国よ。移民こそ有事、静かな侵略、外役主戦度、外国人入れても日本の人口増えないぞ。経団連は奴隷が欲しいだけってはっきり分かんだね。給料上げないくせに少子化は有事とか笑わせるわ。賃金上げないから子供作れなくて少子化になってんだぞ。少子化を促進するような労働力の使い捨てしてんのに何言ってんだかと非難轟々でありました。この戸倉会長の子供や孫がずっと経営者側にいられると思ったら大間違いだで、大間違いだで。従業員側の方が全然数多いんだから。そうなれば外国人労働力の輸入で下がったですね、低賃金に子孫も苦しむのに本当にバカな連中だな。経団連全部がバカだったら言いませんけど、少なくとも戸倉会長はバカだな。名前の由来は蔵が10個もあったのか、あった金持ちっていう意味なのか、それともその辺に、そのそばに住んでただけなのかは不明ではありますけれどもね。千枚田なんていう、多分田んぼが千枚あったようなとこの近くに住んでる人の名字、千枚田なんていうの知ってますけども、自分の子孫もうその重税に苦しむのに増税したい財務省のバカども、もう大概ですけど財界もこのレベルです。経団連、女性も働かせば労働力供給が増え単価が下がる。これ単価ってのは労働単価ね。少子化へ、まあ女性働け女性働けって言ってれば少子化になりますよ。少子化が有事とか今更言っちゃってますけど、経団連、外国人を輸入すれば以下略ということで、全員親戚なんだから、だから今の秩序が保たれている日本が日本でなくなりますよ。外国人いっぱい入れたら野菜の無人販売所なんか到底ね成立しなくなりますよ。あとは都心部なんかだと10メーターおきに自動販売機ありますけど、あんなのもう置けなくなるよ。すぐねぶち壊されて中身盗まれてね、目先の利益に目がくらんで目見えなくなってんだよな。経団連の連中はですね、日本は超固体を暗記するまで読むこと、わかったな。あれを読めば、あれを理解すれば、こんなこと口が裂けても言えねぐなっから、外国人労働力が欲しいとか言えねぐなっからね。というわけで明日から参院選、頑張ります。体力の続く限り、調整しながら、予定はですねツイッターで告知いたします。何時からどこそこですみたいな。よろしかったら見物にいらしてください。デトックスジャパン。